ニュースポストセブンです。役柄に私生活が引っ張られました。ドラマパリピ孔明で歌手を目指す渋谷の今時女子を演じる上白石萌歌さん、プライベートでのパリピ度はゼロと公言していましたが、同作の出演をきっかけに変化が生まれてきたといいます。テレビ関係者によると、役柄に合わせて髪の毛にブリーチをかけてみたら新しい扉が開けたみたいです。血中パリピ濃度が上がったと不思議な言い方をしていますとのこと。人生で初めてへそ出しルックの服を買ってみたり、露出多めのファッションに興味を持つようにもなったそうです。ニュースポストセブン。